8月の末時点ですね、うん、で、出馬表明をされている方々含め有力候補の方の、まあ、単票というか、うん、いただけたらなと思うんですけれど、はい、まずじゃあ小泉進次郎さんから。そうですね、まあ、まだ出馬会見はしてないんですけど、まあ、その表明をされているということで、まあ、いよいよ小泉さんもチャレンジする時期が来たんだなとは。それだけ、まあ、自民党としてはですね、まあ、その刷新して変わらなければならないっていう、まあ、政治とお金でですね、今自民党が置かれている状況厳しいので、変えなきゃいけない、変わるために自分が立つっていう気持ちになったんだろうとは思います。小泉さんに関して私結構いろいろ厳しくメディアで、まあ、言っているのですが、まあ私が議員の時に見ていた小泉さん、まずは非常にそのカリスマ性は非常にあった。青年局長をやっていたんですけど、ちょうど東日本大震災の時に 3.11 の11でチームイレブンということで、毎月被災地に行って、まあ、寄り添う支援をして続けていくんだってことを報道でですね表していたところは、我々青年局長が小泉さんで局員の一議員としては、そのリーダーシップは非常に強いものがあったと思うし、カリスマがあったと思うんですけど、なんか少しもっとなんか小泉進次郎演じない方がいいんじゃないかなって思うところも本当にあって、若いくて、若いからこそもっとその身近な政治家前としてるのではなくて、でもリーダーとしての小泉さんっていうのをもう少し見せてくれたらいいのになと思ったんですけど、そのカリスマを一生懸命作っている部分も一面あったのかなと思ったんですね。でそれは何かっていうと、まあ、すごいさまつなことといえばさまつなことですけど、政治家ってホットラインというか、その電話でねちょっとやり取りしたい、小泉さんはね、その一時期、今は変わったというふうに聞いてますけど、携帯番号を教えない、本当の一部の人にしか教えない。まあ、それいっぱい来るから大変かもしれないんですけど、事務所を通してくださいがすごく前面に出す。でもっとラフにカジュアルにフランクに話せる人の方が、私は人としてはリーダーとしてもカリスマももちろんだけども、やっぱりその身近な存在として、支えたくなる人なんじゃないかなと思ったんですけど、その例えば電話のこともそうだし、あと政務官に就任した時なのかなとか、まあこれにね、いろいろその議員同士で贈り物したりお祝いをしたり、ものをプレゼントするわけですけど、それって気持ちじゃないですか。日本人のそういうお付き合いをすごく拒絶されてたの。で送っても、それいろんな人たちから、いろんな議員からも聞いてましたけど、事務所に送っても送り返してくる。でそこまでするんかいって私はすごく思って、そういう柔軟にもっとね対応した方が若いわけだし、でもなんかちょっと小泉進次郎とはこうあるべきみたいな、か鎧というか、かぶっちゃいきすぎてませんみたいな、重たくないですか方っていうところがもったいないなと思ってたんです。だけど今回実は小泉さんを支えている小泉陣営のまあ、ブレーンというか、周りや若手のとっても優秀な議員が、それも当選4期なので、小林鷹之さんと同期の優秀な人たちがサポートしている。これもちろん青年局長つながりもあるんだと思うんですけど、でもそういう人たちが支えているっていうことは、まあ、仲間作りをあまりしてなかった昔よりは少し柔軟に柔らかくなったのかもしれないなと私は今回、今のスタッフというか支えている人たちチームを見て思っているところではあります。やっぱ政策的なところは、まあ、あまりね、ちょっと明確なものは出てこない。でも今回会見のことにもね、言及しているというところは、まあ、これは意識して、やっぱり自民党の党勢なので、これは党員へのメッセージなのかなと思ってますし、まだこれ会見で、
彼の周りにいる優秀なブレーンがきっと最高の制作メニューを用意していると思うので、会見でちょっと見てみたいなとは思ってます。可能性としては今の段階では私は一番高い、 100% って言ってしまうとちょっと他のまだ選挙はやってないし、立候補してない人、出馬表明してない人もいるので言い切れませんけども、現段階では一番可能性が、総裁の可能性が高いのは小泉さんだと思います。首相になった時に何してくるのかが一番わからない人やなっていうふうに思ってるんですけど、はい、いかがですか。その通りで、私もやっぱりだからこれまでは国家間っていうねところって国のリーダーとして一番大事な、そこが見えてこなかった、今の時点で見えてないっていうのは非常に懸念しているところだし、まあ、だから今後のですね、まあ論戦の中で国家運営をこの人ができるんだっていうところを見せられるかどうかが、今の段階では人気とか知名度でも分抜いてますけども、そこにプラスの説得力というか、その党員また党所属の議員がいや小泉でやっぱり行こうというふうに決めきれる論戦がこの後1ヶ月のこの選挙戦の中で見せることができるかどうか、私はそこすごく注目を私もしています。今の段階ではなかなかそこが見えてないというのがポイントだなと思います、うん、なんかどの方面にも嫌われないようにしているがあまり決断できんのかな、今後首相になった後の決断とかをスパ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 できるのかなっていうのはちょっと不安なんですけど。本当にそうですね、内政はもちろんのことながらやっぱり今外交に関してっていうのは特にその面が国家間しっかり持った中でですね、決断すべき時はどんなことがあってもブレずに決断をしなければいけない、それが国を国民を導くリーダーとしてはその強さというか信念というかがまだ会見見てみたいと思いますって感じですよね。正直そこに今私も断言できることをこれまでの小泉さんの言動からは正直感じてはいないですね、うん、そこは多分不安、みんなが不安に思っているところだとは思います。国会運営がこの人でインできるんだっていうのはを会見で見せてほしいし、具体的な政策ももちろんなんですけども、その一番の軸の部分が見せてほしいなと思いますね。チャンネル登録、高評価をお願いします。このチャンネルでは皆様からのご質問を受け付けております。金子めぐみに聞いてみたいことがありましたらぜひコメント欄にお書きください。お待ちしております。